ね、1一番初めに誰が言い出したかわからなかった。また初めのうちは誰も本当だと思うものはなかった。まさか今どきそんなバカなことがあるはずはない。そう言って笑うものが多かった。そんなら試してみるか。いいと思う。 そんなことが幾度となくあった。そうして、だんだんと笑うものがなくなった。けれども、梅雨季に入るまでは、それほど広まってはいなかった。ごく近しい仲間の間で、ひそひそ囁き合いはするが、内容が内容なので、うかつなものに聞かれたくないという気持ちがみんなにあった。 それが五月に入って、じめじめした雨の日が続くようになったあるよ。さらに思いがけない出来事が起こって、噂は本丸櫓盤全体に広まる結果となった。その夜五つ頃になって、非番のはずの小野塚慎五郎がふいっと詰所へ現れた。しかもかなり酒に酔っているらしい。 彼は詰め所へ入ってくると、詰めていた十人の番士たちをぐるっと見回して、おい、気公たち、みんな知っているのか、といきなり言った。そこに居合わせた者の半数には何のことかわからなかった。すぐわかった者も黙っていた。お天守に妖怪が出るという話を聞いたんだ。 たちも知っていたんだろう。知っている者も,も知らないものもただ妙な顔をした。新五郎は力自慢でぶばった男だった。自分で歓迎武士を気取っていて口を開くと統制ぶりを警部するのが癖であった。父の代までは旗本の先手組だったが、 彼が相続してから価値になり、今では平野櫓番である。返事のできないところを見ると、みんな知っているんだな。だらしのない連中だ。シンゴロウは刀を取って右手に下げながら上がってきた。そしてみんなのそばへ荒々しく座り、遠慮もなく続けさまに手記を吐いた。 百姓か町人ならまだしも、岡崎武士ともあるものが、妖怪とは何だ宮内、いつ頃からそんな馬鹿な評判が立ったんださあ、拙者は知らないが、模擬は知ってるだろう拙者もよくは知りません。そんなことをちょっと聞いたように思いますが。ふん。 揃いも揃って歯がゆい奴らだ。新五郎は警部に耐えぬという目つきでみんなの顔を見回しながら鼻を鳴らせた。それから刀を抱いて仰向きに寝転び。もし仮にそんなことがあったとしても、組打ちのことは組打ちで始末をすべきじゃないか。俺はさっき二の丸番の岸田達也に聞いてやってきたんだ。 こんなことがよその組へ知れるなんて、本丸版全体の恥辱だぞ。みんな黙っていた。今夜から当分、俺が店主へ泊まってやる。四つ半が鳴ったら起こせ。分かったか、モギ。四つ半だぞ。承知しました。彼はいびきをかいて眠って。酔っていたせいもあるだろうが、 その様子はいかにも豪坦だった。時刻が来て呼び起こされると、彼は熱い茶を何杯も飲んで、店主へ出かけていった。その夜も、けぶるような雨だった。本丸櫓盤の詰書所は、月見櫓にある。天守閣は、そこから二百歩ばかり、西南になっていて、大抵暗い晩でも、 詰書所の窓からは三重の櫓が黒く夜空へそそり立っているのが見える。上手が在国の時は万死はそこへ詰めているが、留守になると皆月見櫓へ引き上げ、夜中に一回見回りをするだけが役目の決まりだった。もっとも必ずしもそれは励行されていたわけではなく、見回りに出かけても、 天守の上へは上がらず石垣の辺で時間を潰して戻るというのが万士たちの常識になっていた9つを少し過ぎた頃何の前触れもなくもう一人の人物が詰め所へやってきた国老自責の背後を矢左衛門であったちょうど弁当を使っていた万士たちは驚いて 箸を投げ出しながら出迎えた「いずれもご苦労じゃ」「矢左衛門は濡れた傘と河童を取って戸口を入った」「この信仰にこんな場所へ何のためにご苦労自責がやってきたのか誰にもちょっと見当がつかなかった」「それで挨拶にも困っていると」わー「わあ!」 というような奇妙な叫び声が聞こえ、天守の方から人の走ってくる激しい足音がした。あんまりその声が異様だったので、万主たちはもちろん、矢左衛門もびっくりして振り返った。雨水を跳ね飛ばしながら闇の中を粒手のように走ってきたのは、小野塚慎五郎だった。だ、誰か 彼は戸口へ飛び込みながら、髪のように白く引きつった顔でわめきたてた。今、いたずらをしたのはドイツだここへ出ろいたずらをした奴はこれへ出ろ彼は右手に体験を抜いて持っていた。その白人を突きつけながら、狂気のようにわめいた。裸足で頭からずっくり濡れていた。 に「朝食の前にちょっと雲が切れ鮮やかに青い空が見えたと思ったけれどもほんのわずかな間にすっかり曇ってしまいいつかまた霧粒の舞うような雨になってしまった」「ゆうべは夜釣りに行ったそうだな」「はあ行ってまいりました」「何を釣りに行った?」 ヤ左衛門は食後の茶をすすりながら婿の顔を見た。オ次郎はいつもの取り留めのない表情で雨にけぶる庭の緑を見ていた。何を釣ろうというほどのあてもありませんでした。何か釣れるだろうと思ってぼんやり出かけたのですが。何か釣れたのか。 さっぱりダメでした。魚釣りなどもなかなか難しいものと見えます。矢左衛門は常から娘の婿は平凡な男でなければならぬと信じていた。飛び抜けた才能を持っている者や非凡な人間はとかく計画の多いものである。配合は代々老職の家柄で、 岡崎反省の中軸を抑えていた。そういう位置に計画のある者が座ると政治の運用が丸くいかない。非凡な才能よりもむしろ平凡でよいから包容力の大きい人の輪を図ることのできる人間でないといけない。矢左衛門はそう考えて今の婿をもらった。音次郎は 老職、戸賀の騎兵の次男であった。矢左衛門は戸賀のとはちょうどよい五敵で、しばしば往来するうちに乙次郎を見込んだ。どこを見込んだのか自分でもわからないが、ある時彼を見ているうちに、ふいっと決心がついたのである。娘の宮が十七。 乙次郎が23歳で年回りも良かった去年の2月に祝言をしてもう1年以上になるが夫婦の中もうまくいっている様子だったしかし矢左衛門の気持ちはこの頃少し不安になってきた1年余りにもなるのに婿の様子が暴漠として全くつかみどころがないのである トガノにいた自分から引き続き書院版の頭を務めているが、上中でも屋敷でも全くいるのかいないのかわからない。用事があったり思いついたりして行ってみると、上中にいる時刻にはちゃんとその役部屋にいるし、屋敷にいる時刻には必ずその居間にいた。 これは見損なったかもしれぬぞ。同年にはありがちな古来症のなさから、矢左衛門はそろそろぎくにかられだしていた。この頃本丸で妙な噂があるようだが、聞いたことはないか。矢左衛門が探るようにこう言ってはあ、四五日前にちょっと耳にしました。 それなら、両釣りに行く日まで何かすべきことがあったはずだと思うが。しかし、それほど重大なことでないと考えたものですから。乙次郎は、やはり庭の緑を見たままそう言った。重大でないことがあるか。噂にもせよ、お天守に用意があるとあっては、 お留守を預かる我らの責任だぞ矢左衛門は婿の顔をにらみつけたけれども今怒っている場合ではないと気づきゆうべ己が確かめた死災のあらましを話して聞かせた慎五郎はお天守の三重へ登って真っ暗がりの中に座っていたそうだすると 頭の上の方で突然異様な叫び声が起こり何か白いものが宙を飛んだという。しとめたのですか。抜き打ちをかけたが遅かった。それで元のところへ座って油断なく気を配っていると、後ろの階段をそっと忍び足で降りてゆくものがある。一段ずつ。 みっしりみっしりと、二重へ降りていく足音が聞こえたそうだ。そこで、これは、やぐ版の者の,のいたずらだと思い、カッとなって飛び降りてきたということだった。まだ噂はそう広がっていないようだ。と、ヤ左衛門はすぐに続けた。だが、今のうちに始末をつけなければ、岡崎城の名門に関わることになるかもしれぬ。 書院版の方はわしが扱っておくから、お前今夜にも行って妖怪の正体を突き止めてこい。今夜で行けなければ幾番かかってもよい。正体を突き止めるまでは帰るに及ばないぞ。言うだけ言うと、老人は返事も待たずに立って行ってしまった。音次郎は、 しばらくそのまま座っていたが、やがて自分の居間へ入った。そこでは妻のミアが途上の服を取り出していた。そして入ってきた夫を見ると、静かに目で笑いながら、良いお役目にお渡り遊ばしましたこと、と言った。夜釣りに行ったと聞いて、 父が不況そうな顔つきをしたので心配してそっと襖の陰で聞いていたのである。何しろもののけだからな。音次郎は妻の笑っている目に答えながらそう言い静かに着替えを始めた。三。途上した音次郎は書院番の仕事を済ませてから 本丸櫓の詰め所へ行った。そしてみんなの話すことをいろいろと聞いた。会議の噂が始まったのは桜の散り始める自分からだった。普段信仰の見回りに天守へ上がらないのを、あるよ、一人の晩子が登って行ってみると、三重で異様なうめき声を聞き、続いて階段を、 誰か静かに降りていく足音を聞いた。その時の、ミシ,ミシという静かな、重々しい忍び足の物音は、凄まじかったという。恐怖から来た勇気で、階段へ飛び出して行ってみたが、どこにも人の姿はなかった。二重へ降り、一重へ降りてみると、今度は、 上の方へ登っていく足音がする。やはりひどく落ち着いた忍び足で、ミシと極めてゆっくり登っていくのである。その番子は青くなって天守を飛び出した。ごく仲のいい男がその番子から話を聞いた。それから次の男、次の男という風に、 何人もその話を聞き、自分で店主へ試しに行ってみた。何かしらみんな怪しいことにあった。うめき声を聞いたものもある。真っ暗な宙に白い異様なものがひらひら舞うのを見たものもある。ぞっとするような笑い声を聞いたものもあった。 みんなそれぞれ違う会員を経験したが、誰もが一致して聞いたのは階段の足音だった。それだけは例外なしに経験していた。みしり、みしり、みしり。落ち着いた、ゆっくりした、そっと忍んでゆく足音だった。 こちらが登ってゆくと、足音は降りてゆく。こちらが降りてみると、足音は登ってゆくのである。確かに妖怪の仕業だというものもあり、亡霊に違いないというものもあった。半年ほど前に、やはり天守番だった一人の若侍が、つまらぬ過失を苦に病んで自殺したことがある。 まだ朝朝の霜の深い自分で彼は天守閣の北側の石垣の下で見事に切腹していた死体の衣服に白く霜が凍っていたことをその時駆けつけた同僚たちははっきり覚えている亡霊だと主張する人々はその自殺した若侍のことを指摘して彼の暴梗が 天守番をしに来るのだと言った。これらの話を聞いて、乙次郎は昼過ぎ屋敷へ帰った。ちょっと寝る支度をしてくれ。お加減でも終わるございますか何、夜四めの用意だ。ヤグを取らせて横になった。ミヤはちょっと不安になった様子で、本当に、 かかしが出るのでございますか「そうらしいな。嫌でございますわ。真面目なお顔を遊ばして、嘘でございましょう。心配そうにのぞく妻の美しい瞳を見て、音次郎は何も言わずに微笑した。矢左衛門が下城してくるのと入れ違いに、音次郎は出て行った。 しかし、月見櫓の詰所へ現れたのは八時頃である。夕方から雨は上がっていたが、空は低く雲が垂れ下がっており、梅雨期には珍しいひどく蒸し暑い晩だった。彼は十一時頃まで詰所にいて、それから天守の方へ出かけていっの小野塚んぞなら、 日頃の高慢の鼻を折っただけで済むが、国老の息子ではただしくじっただけでは愛済まぬだろうに。婿にはなりたくないものだ。話しながらもみんなの耳は天守の方へ集まっていた。今にも音次郎が飛び出して来はしないか。何か異変の物音でも聞こえはしないかと。けれど、 何事もなく時刻が経った。そして夜の白ら明けに音次郎が詰め所へ戻ってきた。別に変わった様子も見えなかったが、いかがでございましたと聞くと彼はなぜかふと目をそらした。いかにも話のようなことがありました。ではやはりあの足音をお聞きでしたか。 聞きました。みんな目を見合わせた。音次郎は茶を一杯すすると、また晩に来るからと言い残して下城した。屋敷へ帰るとすぐに彼は寝た。案じていた妻は何か聞きたそうだったけれども、彼の様子がそれを許さなかった。常から口数の少ない方であるが、 その日はことに殻を閉じた貝のような感じだった。その晩もあくる晩も彼は天守で夜詰めをしては昼のうち屋敷へ帰って寝た。矢左衛門はイライラして顔を見るたびに、どうしたまだらちがあかぬかとせき立てた。乙次郎はなかなか思うようには参りません。 というだけで多くを語らなかった。そして四日目になって雨の土砂降りに降る中を彼はいつもより早くまだ日暮れ前に下僕も連れず一人で出て行った。四音次郎が月見らへ現れたのはやはり八時頃であった。 今夜は少し早くから詰めてみましょう。そう言って彼は天守へ登ったが、少しすると再び詰め所へ現れた。ちょを貸してください。乙次郎の目はいつもと違って鋭い光を帯びていた。彼は自分の火打ち袋を探りながらきっぱりとした調子で言った。 もし何かあったら、提灯を振ります。その時は、すぐ手を貸しに来てください。そして、天守へ戻って行った。雨は、ざんざんと降っていた。どこか、問いの存じているところがあると見えて、櫓の横の方で、溢れ落ちる雨水の音が、ひときわ高く聞こえている。 万師たちは今夜に限って、音次郎の様子がひどく緊張していたのと、あまりに激しい雨とに圧倒され、みんな固く膝を寄せて、ひっそりと窓の方を見守っていた。前にも記したように、櫓の南宋からは大抵暗い夜でも天守が見えた。しかし土砂降りではダメだった。 それと思える形も見えなかった。そろそろ九つではないかな。誰かがそう呟いたとき、隠居車の時の鐘がやっと十字を打ち出した。なんだ、まだそんな時刻だったのか。みんながっかりしたような顔をした。茶でも入れ替えようかと言いながら、 若い万氏の一人が立ち上がった。立ち上がった彼は何の気なしに窓の外を見てすると闇の彼方、かなり高いところに赤い火の玉が揺れていた。なんだどうした若い万氏の驚きの声を聞いてみんなぎょっとしながら振り返った。そして、 彼が窓の外を指さしているのを見て、おっとり刀でそっちへ駆けつけて、火の玉が、あんなところに火の玉が。薄赤く丸い火が、ゆらゆらと闇の高い宙に揺れていて、一人がすぐ気づいて、背後殿だ、さっきのちょうちんだ。みんな目を見かわした。 何かあったのだ。そして、ちょちんが見えたらすぐ来てくれといった言葉が彼らの頭によみがえった。行こうけしかけられたような調子で誰かがそう叫んだ。その調子がみんなを動かした。彼らはカッパを頭からかぶり、裸足のまま豪雨の中へ飛び出していった。 音次郎は三重の階段口にいた。階段へ差し出しているちょうちんの光が顎から逆に照らしているので、音次郎の顔はひどく異常なものに見えた。ご足労をかけました。彼は右手に抜いた刀を持っていた。何かあったのですか切りました。え というふうにみんなが息を詰めて、音次郎は刀に拭いをかけて鞘に収めながら、すっかり落ち着きを取り戻した声で言った。そこに座っていると、またいつものように階段を上ってくる足音が聞こえました。知らぬ顔をして黙っていると、何者か後ろへ忍び寄る様子でした。 それで、抜き打ちに一刀を浴びせたのですが、そこの窓から外へ。言われてみんな、立然としながら振り返った。北側の窓格子が壊れていた。パッと外へ飛んだものがあるのです。やはり、やはり妖怪でしょうか。調べてみてください。音次郎は、 万死の一人にちょうちんを渡した。十分手応えはあったのです。屋根の上を見てください。ちょうちんを先に、万死たちは窓の方へ近寄って、壊れている格子の間から一人が火を差し出すと、思い切って身を乗り出した万死の一人が、ああと言って叫んだ。いる 獣が倒れている。それ、そこのところだ。みんな怖いもの見たさに争って差し除いた。その窓のすぐ右側の屋根瓦の上に尾の先まで入れると五尺に余るほどの野獣が倒れていた。はためくちょうちんの光で、切り離された首の根のすさまじい傷が見えていた。 狐だ。恐ろしく大きなやつだぞ。五。野沢衛門は、婿の手柄を褒めようともせず、むしろ不機嫌な顔つきをしていた。窓越しはひどく壊れたのか。すっかり作り直さぬといけないようです。ついでに、お天守全体修理をすべきでございましょう。 ひぐみが緩んでいますし、南側の矢ざはひどく傷んでいて、そこから白鷺などが出入りしているようですから。鷺が出入りしておる。天守番は何も言わぬが、どうしたのだ。音次郎はそれには答えなかった。修理は是非必要です。よろしかったら、 私が裁量をいたしますともかく作事方へ話してみる矢左衛門もそのつもりになったらしいそれからすぐに天守閣へ大工が入るようになった固く口止めをしておいたので広くは騒がれなかったけれども櫓盤の人々を中心として 音次郎を参照する声が高くなった。それはかなり矢左衛門を喜ばせた。やはり見込んだだけのことはあった。これなら背後の家を譲れる。暴幕として捕まえどころのなかった婿の中に初めて骨のありどころを探り当てたという感じだった。そして、 音次郎を見るときの矢えも門の目はようやく暖かい色を持ち始めたきれいに雨が上がって緑に染まったような爽やかな風の渡る日だった非番で家にいた音次郎が庭の千地の鯉に餌をやっていると裏庭の方から妻の宮が 何かクスクス笑いながら近寄ってきた。おもしろいものをご覧に入れますから、なやまでおいで遊ばせ。なんだご覧になればおわかりになりますわ。ミアはやはり笑っていた。音次郎は、残っている餌をすっかりセンチの上へ投げ合って、妻と一緒に、 裏の方へ行った裏庭には156本の柿の木があるその柿畑の脇に納屋があった「この中をごらん遊ばせ」と言われて音次郎は中を覗いたすると茶色の毛をした一頭のかなり大きなキツネがしっかりとそこにつながれていた 南村の六兵衛と申す漁師が持ってまいりました。今度のはメギツネだそうで、先日のとちょうどつがいになるから買ってくれと申しまして。誰かに見られたか。いいえ。ミアは微笑しながらかぶりを振った。乙次郎は名屋の遠しめ。妻と一緒に 庭の方へ戻りながら行ったいろいろ考えたがその他にいい知恵がなかったこの世に変化妖怪のあるわけはないけれどもないという証拠もない番師たちが聞いた異様な声というのは損じている矢ざまを出入りする詐欺だった宙に舞う白いものというのもそれだ また階段に聞こえた足音というのは、木組みの緩みが閉まる音だった。どなたもお気づきなさらなかったのでしょうか。はじめに妖怪だと思い込んでいるから何もかも怪しくなる。たとえ今話したことを聞いても信じられないだろう。形に現れたもの、事実で示されたものを見るまでは、 こういう噂は消せないものだ。狐を買いにいらっしゃったのは、夜釣りの晩でございましたのね。信頼と愛情のこもった目で、ミヤはつくづくと夫の横顔を見上げた。けれども、音次郎はそれには答えず、あの漁師は何をしに、また狐などを持ってきたのだろう。 それは、あの、漁師の話によると、この前は五両という法外な値だったという。だから、つがいになるようにと、追っかけメスを売りに来たのである。ミアには、漁師の気持ちは分かった。しかし、金のことにはなるので、夫には言えなかった。ご安心遊ばせ。 漁師には他言せぬように申しておきましたから。しかし、あの狐をどうしよう。夫婦はふと顔を見合わせた。そして、一緒に笑い出した。